には7番の栗山が入っています。初球は何から入ってくるか。初球打ち、この打球はフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には川越が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。低め決まってストライク。このスライダーは外れます。ストレート打った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回西武ライオンズ点差を縮めていきます。2回終わって2対1、ライオンズが1点差まで追い上げました。里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ今日の感じだと生命線はストレートだと思いますね。勝負どころであまり変化球に頼りすぎない方がいいと思いますね。はい、そのあたりのリードにも注目が集まりそうです。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。3番バッター吉田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。今井、まずは先頭バッターを打ち取っています。決まりました。ノーボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。見送っています。ボール。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。スパンジェンバーグが掴んでツーアウト。バッターボックスは4番ジョーンズ。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ボールになります。次が3球目。インコースに持っていきました。ワンボールツーストライクです。
変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。2対1、1点リードはバファローズです。3回の裏に入ります。追いかけるライオンズの攻撃、バッターは9番に入っている金子。ライオンズ1点ビハインドで迎える3回の攻撃です。初球ボール、高めいっぱいに決まります。3球目は何で来るか。打ちました。セカンドの右抜ける、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー2塁です。さあライオンズ同点のチャンスを迎えています。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはスパンジェンバーグが入っています。インコースの変化球見ています。これが3球目。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。一二塁間抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームするライト前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。変化球でまず空振りです。これが2球目。ファウルです。ランナースタート切ってきません。キャッチャー送球してセーフ。OB 成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。インサイド打った。一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには森が入っています。チャンスに強いバッターに回りましたね。さあアウトカウント、打ち上げた。高い打球になった。ここは打ち上げています。ショートが構えます。取ってアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の山川が入っています。さあ2球目は何か。変化球打った。ボテボテの当たり、ショートが抑えた。一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ライオンズ2者残塁です。ため息に包まれたメットライフドーム。3回終わって2対1、1点リードはバファローズです。4回の表バファローズの攻撃、バッターは5番 T 岡田。先ほどの打席で打点を挙げています。ライオンズ1点ビハインドで迎える4回です。さあ打ちました。流しました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。
バッターは今日 DH に入っているロドリゲス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでいい当たり、これはどうか、これはセカンドライナー。さあ一塁には追加点のランナー、バッターは若月。そうですね、何をやってくるかわからない時には牽制を投げてバッターの様子を見たいですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。スライダー外れます。さあ3球目は何か、外に決まりました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。打席には8番バッター大城。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナー一塁です。見送ります。ボール先行です。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど、そうですか。これが4球目、外を狙っていきました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ライオンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。さあライオンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーを落ち着いて対処したいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の今井、どういったピッチングを見せるのか。インサイド打った、セカンドの右掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。2対1、バファローズが1点をリードしています。には5番バッター小野崎。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、インサイドレフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。レフト掴んでは、こちらが先ほどの配球になります。インサイド見送っています。まっすぐで空振りを取ります。次が3球目、インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜ける、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返して出塁していきました。バッターは今日 DH に入っている栗山。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズ同点、初球打ち、ライオンズチャンスになります。流していきました。さあ、そして打席には川越が入ります。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。タッチもセーフ。まずは見送ります。ワンボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ストレート打った、高いバウンドになった、ピッチャーが抑えた、二塁フォース、際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。まずは変化球から入りました。外の球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた、そのまま二塁に入ってスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ライオンズ2者残塁です。ため息に包まれたメットライフドーム、4回終わって2対1、バファローズが1点をリードしています。宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク。アウトコース打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。打順は2番、足立。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい。